316ヤードです。316ヤード、すぐ測れる。そう、一瞬でしたよね、うん、一瞬。めっちゃすごい。 CL2 というレーザーの距離計、綺麗に見える。手前と奥をこう見分けて距離を測定する飼育機能っていうのがついています。そう、しかも可愛い、うん、可愛い、色が可愛い、色可愛いよね。こんにちは、ジュンです。マイケル長谷川です。今日もマイケルゴルフ TV のマイケルさんとコラボの動画でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今基本を教えていただいてて、はい、前回の動画ではアドレスを教えてもらったんですけど、はい、今回の動画ではついにスイング始まって、始まります。バックスイング、バックスイング、これね、めちゃくちゃ大事です。大事です。毎回言ってますけど、なぜかというと、うん、はい、ゴルフって正から動への動き、要は止まった状態から動き出さなきゃいけない難しさがあるんですよ。例えばボールが飛んでくるものに対して当てに行くっていうものじゃなくて、うん、自分のタイミングで上げるんですね。そうか、はい、そうか。これってやっぱりすごく特殊なんですよ、うん、で一番メンタルに左右されやすい、はい、ところなんですよね。帯嫌、はい、うん、だなとか、はい、なんかみんな見てるなっていうのはやっぱりいつも通りのバックスイングできないじゃないですか。できない。だからここをね、やっぱりしっかり自信持ってできるようにね、はい、今日は基本ですけど、バックスイングの基本をやっていきたいというふうに思います、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまず構えてみましょうか。はい、これ前回までやった構え、はい、はい、いいですね。ぜひ、なんかいいかもしれません。サボってない。サボってない。サボってない。うん、ですね、はい、いいですね。ここですね、はい、素晴らしいです。で、右をちょっと入れますね。もうちょっと体を起こしてもらってね、こんぐらいですね、はい、で、バックスイングなんですけど、はい、まずですね、うん、ポジションが、1、2、3、トップまで4パーツあるんです。大体1、2、3、4あるんですね、はいはい、で、まずですね、1個目に目指していきたいところがハーフウェイバックって言って、はい、このシャフトが地面と平行の位置になった時に、はい、のこのポジション、はい、ここめちゃくちゃ大事なんです、はい、で、もう一度戻してもらっていいですか。で、ここから来てこうやって後ろからですね、ちょっとこの辺りからちょっとこう、だいたいこのゴルフのスイングを取る時っていうのは皆さんはね、スマホとかで今スイング取ったりすると思うんですけど、うん、そういう時はですね、極力この手の高さの回しの交互天井、ここから取るようにしてください。そうすると一定に自分のスイング見れるようになる。はい、でそこから取った時にですね、ここでは手元とクラブが重なりしかないんです。手元とクラブが後ろから取る。はい、あー、なるほど、うん、で、そうなってるってことはこの飛球線と平行になってる、うんうん、平行になってますということなんですね。で、しかもこの時のフェースの向き、はい、今大体も合ってるんですけど、ニュースさんができてるんですね、これが12時から自分から見て、自分から見て11時から12時ぐらいになる。そうですね、まあ、大体前傾角と同じぐらい強調します、ね、そう。じゃあ何をこれ言ってるのかっていうと、ここまでは極力体、手元、クラブが一体になって動きをします。こうね、はい、なので、例えば垂直に乗った状態で90度回ったら、まあ、12時じゃないですか、はい、で、その分前に前傾してるんで、前傾してる分だけフェースが前に行くっていうのがまずこれ一つポイントなんです。うん、これ基本、これ純粋にどうなってるか、これ純粋にいつものスイングどうなってるかっていうと、うん、もっとインに上がる。そうですよね、はい、これインに上がっちゃうんで、もうスイングがこっちの基本になっちゃうんですね。で、引っかかる。こんぐらいいきますもんね。いきますね。だから動き出しでちょっと違っちゃってる。まあ、でも今日は置いていきます、はい、置いていきます。基本ですから、はい、これがハーフウェイで、次のポジションが右腕が地面と平行になったところですね。ここです。ここが今地面と平行になったポジションで、少しこうやって角度、最初このぐらいの角度で構えたものがちょっとこういうポックが入って、まあ、90度までいかないまでもちょっとクラブが上に上がってくるという感じなんですね、はい、うん、この時もう一回戻りましょうか。この時に注意してもらいたいこと、今ここにボールがあると仮定して、この位置ではグリップエンドがこのスタンスと飛球線の間を指してほしい。ここですね、はい、まあどこかでいいんです。どこか、あ、この位置、そうそうそう、よく一番見られる、一番息をせなきゃいけないのが、ちょっともう一回やりましょう。ここから
入れたのを手で上げちゃって、もうこの時点でグリップエンドがボールより前に刺してしまっている、このパターン、こうなってしまうとスイングがこっち側にこういうふうに左回りのスイングになってしまうので、カット打ち、スライスとか引っ掛けとか、そういうスイング機能になっちゃうんですね。あ、なってる、なってますよ、なってますジュンさんはなってます。今、私こんぐらいだと思ったらこれ刺してますね。めっちゃ前刺してます。あ、はい、もっとこう、そう、だから上がっていくときにちょっとクラブが立っていくイメージがあった方がいいです。なるほど、はい、なんかね、スイングプレーンってこういう斜めの平面っていうのがやっぱり皆さんに対するイメージするので、うんうんうん、でしかもインカ入れるって分かってるじゃないですか、うん、なんでバックスイングやっぱインサイドに上げやすくなるんですけど、はい、ここはちょっとそうこういう向き、この肩もちろん回すんですね。そう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 、ほら、はい、苦しい、でも面白いです、めっちゃ苦しいですめっちゃ苦しい、大丈夫ですか、してないのに。まあスイングはね、はい、ここら辺は一瞬なんで。そうですね、そうだから、まあ今のポジション覚えてくださいね、はい、だからまあ鏡とかで大体チェックするとき、大体この辺りのポジションチェックしますよね、うん、この時にはやっぱりこういうふうに見てほしい。こうですね、はい、で次座位体が、トップになってきますよね、はい、このトップの位置はここから、あ、そう肩が回ってこういう位置になってきますね、はい、そうそうそう、やっぱここは顎が作るものなんですかそうですね、大体そのなんかジュンさんいつもこうならないんでなんかイメージ違いますね。でもならないですね。そう、この時に正面見ましょうか、はいはい、なかなか見れない映像でございますけどもうちょっといつも浅いですね。浅いですね、そう浅いです、ね、ああなるほどね、そうこう来て、もういいですね、こう、これがまず1の時に、1の時に手だけで上がっちゃうんです。だからここも一瞬こうやって上がってくる、ね、こ前、腰は前、前って、そうそうそう、こっち向いちゃっていいですか、向いちゃっていいですか、はい、で、こう上がってきますね、で、肩が前に回ってきて、うん、で、ここってもう、そう、そう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 、こうですか、こうです、どうですか、いいですね、息、息だ、大丈夫です、いや、苦しいですね、もう一回戻る、戻します、はい、はい、事件です、すごい、事件、はい、でも、バックスイングっていうのはトップまでは止めたら苦しいっていう位置に入らないといけないです、うん、あの、ストレッチもあるじゃないですか、はい、で、どっちかってこうやってゆっくりやるんじゃなくて、こうやってラジオ体操みたいにこうやって反動をつけてやるストレッチってあるんです、はい、ゴルフってそういう反射、うん、あれってビヨーンって戻ってくるんで、全然まだ自分でやってないですよ、反射が戻ってくる、うん、であれって止めたら苦しいっていうところまでポジションで入っていかないと、やっぱりその反射の力っていうのはうまく発揮できないわけです。そう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 、ここなんです、ここまでね、だからポイント、これね、まずここまでできない方って結構非常に多いんですね。もっとこうしたらいいのか、ね、だからここのよくね、このおへそにこうやって開けて、ああここまで持ってくる、あ、グリップちゃんとここへグリップ、そうそうそう、で、そう、お腹ごとこっちに、あ、こうですね、バックスイングはまずはポジションのここ、あのハーフウェイバック、ここの一番目のポジションですね、ここまではしっかりと体、手元、クラブが一体決まっていることで、この時のフェースの向きっていうのは大体自分の前傾角と同じぐらいになるよ、うん、で、まあ、こう向きましょう、そうで、まあ、ここですね、地面と平行の位置、この時にクラブがだんだん立ってきて、割ともうこの時点ではこのいわゆるポップですね、はい、ポップが大体完成されてくる、うんうん、で、なんかここの向いてるクラブの向きが自分の足とこのボールの間、ここめっちゃ大事です、めちゃくちゃ大事です、手上げの人はね、こうやって上がっちゃってます、はい、で、ここから入ってくる、はい、まあ、こういうところもあるんですね、はい、これがバックスイングのとりあえず基本ですね、はい、そうで、最後にこれ今大事にしたいのが、まあ、必ず絶対にここビデオを撮った時に、見てもらいたいのがこの右足のこの外側に引いたここのラインですね、はい、うん、これがはみ出さないように書いてる、そう、これスウェーって言います、そうこっち行っちゃってます、殴られましたもんね、そう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 、だからそう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 、そうここがやっぱりこう流れるじゃなくて、しっかり回る後ろにこうやって引っ張る、そう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 、だから膝っていうのはバックスイングは構えた時よりも伸びていっちゃっていいですからね、あ、伸びていいですね、うん、よくあの膝の角度をキープしなきゃいけないみたいなのがあるかもしれないけど、ちょっと伸びていくのが正しいです、そうそうそう、まあ伸びたらできたと、できます、じゃあそうだ、あのジュンさんはってなっちゃうんだけど、
膝の高さが変わらない、うん、だからこうやってしっかり伸びていった方が骨盤が回ってくるんで、そう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 いいとってなってですね、いいとってなってました、はい、そうです、これです、これですね、これです、基本は大事ですよ、そうですね、うん、基本大事ですね、質問ないですか、肩の位置とか、うん、なんかこう結構右肩のところに持って見えるかな、うん、そういうの言うじゃないですか、うんうんうん、それよりかはやっぱこのクラブのヘッドの位置とか、うんうんうん、気にした方がいい、そう、今のね、今日はこの時間だと、まあ初心者の方に分かってもらいたいので、うん、シンプルに今日話してるんですけど、うん、クラブの動きでやったら最初分かんないですよ、あ、そうですね、うん、っていうのはやっぱりあのこういうなんかすごい複雑なクラブなんです、はい、この道具を今どうやったら使えるのかっていうのを最初考えていったのが絶対上達早いんで、うんうん、そのクラブのポジションポジションまずは覚えてってやってもらいたいんです、なるほど、はい、めっちゃきついでしょ、だからめちゃきついですね、トップの位置にいた時に、ね、ずっと立ってられるようにトップの位置っていうのは大体間違ってる、うんうんうん、めっちゃ苦しいみたいな感じを、うん、感じ取ってもらえるといいかなと思いますね、はい、まあ、ちょっとこの動画をご覧の皆さんも、はい、まあ、今マイケルさんがおっしゃっていたことを気にしながらね、はい、テイクバックやってみてもらえたら、自分がこう間違ったというか、うん、違ってたなっていうのはすごい分かると思うので、うん、ぜひ試してみてもらいたいと思います、そうですね、はい、で次回はここからボールに向かっていくダウンスイングですね、ダウンスイング切り返し、ダウンスイング、インパクト、はい、もうまあ、インパクトフィニッシュってありますけど、はい、まあ、インパクトフィニッシュっていうのはもうほぼダウンスイングの動きでも決まっちゃうんですよ、だから結果インパクトとフィニッシュがあるっていうだけで、はい、まあ、今日やったらバックスイングも大事なんですけど、うん、このダウンスイングもすごくこうボール打つには大切なことなんで、はい、やっていきたいなと思います、はい、皆さん次回の動画もお楽しみに、楽しみに。